運命法華経の話なんですね。で、まあ今日もその続きなんです。これはこのテキストの139ページの下の段の左から2行目のところに「神明法華経」「神を天法華経」ってこうありますね。 心迷えば法華に転ぜられ、心悟れば法華を転ぞと、欲素大師がそう言われた。その神明天目、神明法華経、真を天目経、道元禅師がここで提唱されてるわけですね。で、この神明ってね、心迷えばっていうけどね、これはまあ、 我々生きてる限りね、いつでも毎日だ、毎日っていうか、いろいろいつでも今ここね、どう行動するかっていう、あれかこれかって言って、いつでもあれかこれかと思いながら迷ってるじゃない。俺迷うって言うと、もう悪いもんって決め込んでるけど、本当は いいも悪いもない、いつでも我々頭を持ってる限りはね、あらゆる行動においてあれかこれかって思って行動してるわけです。それでこの法華に転ぜられる法華っていうのは、いわば私がいつも言う生命の花。生命って言っても生理的生命じゃないね、生きてるっていうことだけの 生理的生命の話じゃない、死ぬんだって。これ生命、死のうって言ったってなかなか自分で死ねるもんじゃないんだ。自殺するって言って、あしたって、この頃の、まあ、高層マンションっていうのがあるじゃない。それの上から飛び降りたわ。そしたら、下の方になんか木があって、それが、バネになって、それで助かっちゃったんでね。これなかなか簡単に死ねるもんじゃない。これ息引き止めるって言うんでも、俺が息引き止もうって言ったって息しなきゃいいんだって言って、一生懸命息詰めてたって、これやっぱり死ねるもんじゃない。これはどうせね、死ぬっていうことだって、私の力以上の力で死ぬんだからね。そういう私の力以上の生命の力、そういうものですね。そういう生命の花だ。 これが法華だ。で、法華に転ぜられるっていうのはね、そういう生命に引っ張られるってことね。まあこの天は、陰天の天だ。引っ張られる。つまりね、我々、この地球っていうのはもう、いかにも地球っていうのは広いなと思うこともあるけど、 あれすると天文学者に言わせりゃ、これ大宇宙の中から言えば、地球なんてのは1ミリにも相当しないんじゃない。大体まあ、我々の太陽が1ミリぐらいに相当すると、またその中の1ミリみたいなものだからね。そしてその地球の中のにいろんなものがたくさんある。 だから私がいつも言う、この私が生きるっていうのは1歳分の1歳分の1として生きてるんでしょ。1歳の中の1つだから、1歳分の1の自分としてはもう本当にね、みじんもみじんも目に入らないようなものだ。そういう自分を生きてんだから、これいつでも我々 その心迷えばってあれかこれかっていうだけじゃなくて、もう途方に暮れてるじゃないですか我々ね。途方に暮れながら生きてんだ。ところがそういう自分っていうものが同時にね、また1歳分の1歳でもあるんだから、ここが複雑になる。この
私が生きていればこそこれ全てのものがこうあるんだからね。それで 生命体験するところに一切のものはある。私が生命体験するところに一切のものはある。私が生命体験しなきゃ何もないんだから。でこの私が私の生命体験する世界において生きてるっていう限りは一切分の一切。それでね、我々生きてるっていうことはこの一切分の一と一切分の一切とこの両極をもう少しひっくるめにして自分自己なんです。だからね、この一切分の一の方を余計考えすぎりゃこれはノイローゼになる、うつ病になるね。とってももういかん、どうして生きていいかわからなくなってきて、それでだんだんこう追い詰められて、そんなそうな、みじんもみじんも本当に目に入らないようなみじんとしての自分なんだからね。それを強調して考えた私は本当にノイローゼにならざるを得ない。このノイローゼもうつ病の方だ。これが今度こう一歳分の一歳っていうのをね考えると、今度は天が取ったような気になる。酒飲んで調子良くなってくると、いや、あの戦争中にも話があったね、その兵隊さんになってこうしてよ、酒飲む、あの酒飲んじゃ失敗し、それでぶん殴られて、それでお前は酒さえ飲まなきゃ今にもその五丁ぐらいになってんのに、まだお前は一等兵、一等兵じゃないかって言ったら、いや私酒飲むともういっぺんに大将になりますねそれそのぐらいよ、もう天下取ったような気になる。この天下取ったような、この時々そうなるから、今度は層の方に転換するね。で躁鬱病っていうのはいかにも人間らしい病気だ。躁と鬱とってね、交互に出てくる。これ誰でもね、躁鬱病の気はあるんだと思う。それでね、これどっちかからが出てくるから、この困るんだね。でね、それをね、今ホッケに点であるっていうのはね、この一歳分の一は一歳分の一の方へにこう向かっているっていうことだ。引っ張られてこれこっちの方で引っ張ってるのね、もう引っ張ってる。だから一歳分の一としてはこっちの方へこう向かう、これがホッケに点でられてるのだ。でその結局この前読んだところの、あのこの前のところは、あの読んだところの最後のところではね、門内東門門前門下路地なんていう言葉があって出てきてね、でそのところでもっていちいちあのほっけに点でられるっていう話が出てきた。つまりそれはどういうことかというと、我々いろんなね、境遇、いろんな境涯があるわけでしょ。そういうの、どこの境遇、境涯においても、いつでも生命に引っ張られて、生命の実物にね、引っ張られてるってことが、それがこの前書いてあった話ね。そしてまあそういうふうに、生命の実物に深まっていく。結局ね、あのこの法華天目家の巻の一番最初のところに、十方仏土中は法華の唯一無二とあったね。俺はもうこの巻はね、あの何のことはない、我々どっちどう転んでも自己の生命の実物生きてるんだ。
これに引っ張られて、そしてだんだんそれに、その生命の実物に、その深まっていくっていう意外ではないっていうことが書いてあるの、これね。一口にや、ホッケ天目やね。で、この自分、自己の生命の実物に深まるんだから、これは合格不合格の話じゃない。この、どうせどっちにどう転んでも自己の生命の実物が、これはもう合格っちゃ合格だから、その点はありがたい。しかしながら、本当の自己の生命の実物として我々生きてるのかっていうと、いつでも宙に浮いてんだから、不合格っちゃいつでも不合格で、この合格でもあり不合格でもあり、でしかも合格不合格もないところにいかに自己の生命の実物に深まっていくか、それがねこの牧野、法華天目家の牧野の根本的狙いです。それだけが書いてある。で今日読み始める、路地に両禅を安穏せりとや流人せき、両禅に路地の平坦なるとや修行せん、この路地っていう言葉が出てきたけどね、路地、まあ初めて来られる方もいるからね、このもう路地の話もこの前来てるわけだけど、ちょっと一応お話ししておかないと、私は初めて来られる方に気使うんだね。私はそれっていうのは学生時代にいつでもずる休みしてたから、いつも初めて、あえて、その、教師がそういうことを考慮しないで、その、次の話されると、わかんなかった。これは非常に、不親切。そうでないね、こんな。今の学校の教師みんなそういう不親切なやつばっかりだと思う。ところがね、同じことをね、こう繰り返してことによってだんだんとこうそれこそ深まってくるんだから、同じことをね喋るだけの親切さがなくちゃいけないと。でまあその路地の話、これはね三階は固くっていう話が法華経の比喩本に出てくる。この三階は固くの話はね、一つの大きなね長者さんの家があった。邸宅がね、お嬢のインドの長者さんっていうのは日本の金持ちぐらいの話じゃないんだから、田中かかってのあの道ぐらいのあんなちっちゃいものなもんじゃない、もうインドの長者さんと来たら天皇陛、昔の天皇陛下やね、今の天皇陛下はまあ金持ちじゃないんだけど、その日本の一国よりも大きい長者さんがインドにはしょっちゅういくつもいたんだからね、そういうまあそこに大きな邸宅があるじゃない。そしてね、この邸宅がもう古びてる、その中にたくさんの子供が遊んでる。ところが片方ね、ここから火がついてボン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 燃えてるわけね。それでもう燃えねえんだけど、こっちの方に遊んでるから、そいつが分かんない。それで面白いとこうと思って遊んでるね。これは長者さんが、これもう早く門の外へ出ないと、そうするとみんな焼け死んじゃうぞって言ってね、それで外へ出ろってこう言うんだ。これが東門、この前言った東門、それからこれが門内、門前、門下、門前って言って、この前の話ね。でこっちもう外へ出たのを路地、この外全部を路地、路地っていうのはね、
ロっていうのは現れるっていう点、その足辺のおのおのっていう、結局みんなが歩くところがある、それで道っていう意味だ。しかもこれ雨が降ってた要するに雨、あのこの屋根のない全く真っさらな自然的世界のことは同時だ。でね、早くその門の外へ出ようってね、長者さんが言ってるんだけど、子供たちはこんな面白いところ出られるもんかってね、遊んでる。それでしょうがない長者さんはね、この門の外に出てみよう。門の外にはね、羊の車、鹿の車、牛の車って言って、面白いね、おもちゃがあるぞ。養鹿牛っていうね、羊、鹿、牛の車がある。それで、行ったところが、みんなが、子供たちが、そんな面白い、ものがあるなら、外へ出ようって言って、外へ出てみた。そしたら、そういう、羊、鹿、牛の、その三者はなくって、たった一つの大白牛車ってね、大きな白い牛の引いてる立派な車一つだけがあったっていう話がね、この、比喩本に出てくる話なんだ。これはどういうことかっていうとね、結局、この、今この、これが三階ですね。三階は片一つ。この三階。三階っていうのは、四階、四階、四階の四階のことですがね、結局の話、この、シャバ世界。このシャバ世界って、どういうのかっていうと、今私生存と生命という本を案内して、まあ、そのうち本になるだろうけど、結局生存的世界の話だ。死ぬっていうことを切り捨てて生きるっていうことだけに価値を置いてる世界ね。みんな、今の人たちみんなそうじゃない。本当にね、私、まあ、これいつも言うけれど、20世紀の悲劇がね、この生存社会において面白い目することだけが最高価値と思ってるんじゃない。結局その幸福って何のために生きてるんですか。結局幸福のために我々は生きてるんですってこう言うんだね。この幸福っていうね、幼稚な言葉、幼稚と思わないで、それでみんながそう思い込んでる。ところがね、そういう生存的幸福、面白い目して生きるっていうことだけがいいこと、面白い目して生きるためには金が一番大切っていうんだよ。だから金金っていう世の中で、金がないのは首がないのと一緒っていう、そういう言葉もあるもんね。それでそのくらい金を最高価値にして、これ価値観の問題だ。この生存的社会では、生存的幸福、金だけを最高価値と思った。ところがそれ、その価値観を、そういう価値観を持っていたらですね、人間どうせ死なないじゃん、いつかどうしても死なないと。そうするとその価値観が裏目に出るね。この死ぬ時にはさ、どうしたって面白い目して死ぬわけにいかないもんね。いや、死ぬだけじゃない、年取ってくるだけでも面白くない。あるいは病気した時でもそうな。この病気っていうのでもね、2、3日前もお医者さんが来て、そういうの、私は
医師として失格の医師ですその今がんの患者をどうしても面倒見なきゃならないけれど、このがんの患者に対して、一体最後にどう言っていいのか、あなたはもう死ぬんだってね、はっきり言えないし、しかしもう医師として尽くす手は全て打ってどうにもならないんだ。しかも本当この野脇苦しんでいるのを 見ていなきゃな、それでもあたなり治りますよって言わなきゃなんないもんか。これはもうまあこれ良心的なお医者さんだと、これね、これ普通のお医者さんは何これ金儲けの人つどうってやってんだ、坊主ももちろんと坊主ってやったらなお悪いねこの頃もう医学が発達して、これあれだ、丹波の十本人にいた頃の丹波のお寺さんたちが集まってるところと言ってるので、この頃はその医学が発達してな、人はなかなか死ななくなった。むしろこれで半年も葬式がないって卵寄せ死んじゃなくなった。いや、どうせみんな死ぬんだから税を切って貯金一組目はもういらっしゃるんだところがその税を切って貯金が降りる前に自分が死ぬまあこういうふうにね、死ぬってことを自分の問題としてみんな考える。ところがこのお医者さんでもだね、本当に自分の問題として病人に対した場合、これどうしていいかね、これで、どうしていいでしょうって私に聞くもん、私もそれどうしていいか分かんないから私が聞きたいって言ったけどね、本当に聞きたい。これがね、多少でもね、元気の時に我々の生きてる生命は死ぬってことがあるんだって話をこう聞いてる人がいる。そうすると、まあ死ぬっていうことをいよいよ本当我々自分のところへ回ってきたんだから、だから生命にその生じをひとひっくるめにした生命に深まるっていう、そこを狙わなきゃいけないっていう話もできるじゃない。だけれど死ぬっていう言葉聞くともう縁起でもないって言ってわーって言ってる人いるでしょ。そんな感覚の人が自分が死ぬっていうことに、ね、なったらどうしていいか、なんとも言いようがない。その時にいやーね、生と死と人ひっくるめのって言ったら私は死ぬんですかねって言い出すじゃないか。俺はね、その点ね、今の時代は生存的価値観だけで生きてるってことは20世紀の悲劇だと思う。一時代前まではその点神とか仏とかっていうのがあって、神様の身元に召されるとか仏になるとかって言ってね、そういう神仏を通して死ぬっていうことをひっくるめた生命っていうものを考えてるわけだね。だからまあ要は今はそういうのはないからね、これは本当に悲劇だと思う。いやー、その今の時代誰が食い物も悪きゃ空気も悪きゃ水も悪きゃって言ってね、まあ、今いくら元気な人でもがんになってるかもしれないっていうね、可能性はみんなあるんだと皆さん若い人もみんな考えてもらわなきゃね。これ本当にこんなに空気や水やこの食い物が悪いんじゃん、いつがんだっていうことをならないとは限らないんだ。その点我々ね、
危機感を持つってことは大切だね。ところが今の20世紀の年齢は幸福のために生きてますってそんなおめでたいこと言ってるんだ。危機感ないもん。全くゆだりきったところでしょ。ゆだりきったところから今度いよいよその死ぬんだってなると、そうするとこれはもう奈落の底に起こってくるんだ。でその点に、だからお釈迦さんがね、三階は固くだ、火がついてる、ところが無邪気な顔してみんな遊んでる。それで外へこの生存的価値観を捨てて、もっと新しい全然違ったその本当の価値観を持たせようとお釈迦さんはしてるわけだけど、そう、なんといっても幸福のため幸福が一番いいとこう思ってるんだからね。それでしょうがないから、その門の外へ出てみろ。そうしたらば修行して悟り開くといいことがあるぞって言って、あるいは修行してあれすると神通力が得られるぞ、あるいはいつまででもこう長生きするぞって、こういうようなことを言うわけ。そうするとね、またその三階の子供たちは、あ、長生きできるならなぜしようかって、なぜも健康法ぐらいに考えてるやつもいるもんね。それでじゃあなぜもするといいかもしれないって、門の外に飛び出してくるわけ。ところが門の外へ飛び出してみたら、そういうね、ダネは健康法でもないじゃ、長生きのあれでもなきゃ、この悟り開く話でもなきゃ、人類を得る話でもないんだ。要するに鹿の車、羊の車、牛の車ってそんなんじゃ、子供っぽいもんじゃないんだ。そうじゃなくて、自己は自己の生命を生きるっていうね、十方仏の中でどっちどう転んでも自己の生命以外にはないんだっていう、そういうこのあれでね、大略誤差一つしかないっていう、これが一条唯一一条法無二薬無三っていう話なんです。でそれが論理です。だからこのね、その大切なのは価値観の話ですよ。大概宗教ラベンっていうと、自分を修行してそして俺が偉くなる、悟り開いて偉くなるって、そういうようなぐらい考えてる。と俺の価値観だ。そうじゃない。俺って一歳分の一の俺の価値観ですね。ところがそうじゃない。その本当の宗教の話は、その一歳分の一歳っていう、その生命の実物の価値観。だからそうなってくると、生じは仏の御命なりって、これ生きているのも死ぬ、死んでいくのもこれ仏の御命、そういうような、これが論理の価値観。論理っていうのは人間的約束ごとの世界、このあれは人間的約束ごとのその、やっぱ屋根が屋根の中だ。それに対して論理っていうのはそういう人間的約束ごとが取り払われた大自然的地盤の話ね。その点、その三界と露地と生存的世界と生命の実物地盤と価値観がガラッと変わらなきゃならない。いやね、この間も話聞いた、私の弟子に服部正水さんって言
これまああの正水さん私の弟子になってから14、15年経ってる人だけど、この人はね人間が純粋でそれで、とってもいい人だけど、ちょっと変わってる。どういうふうに変わってるかっていうとね、ずるいところがない。このずるいところがないとか変わってるっていう世の中なんだから、こっちとも困るけど事実だもんね。それでね、これはこのつまり正水さんっていうのはちょっと良寛さん並みの人だ、 あるいは横山祖蔵さん並みの人だ。この人が今宮島行ってるんだ。宮島でもって高畑始めた。でほーっつってね、あのまあ高津きっと宮島だから土産物屋の前に立ったんだ。そしたら、うん、その間もんだから土産物屋も今度来た盆さんっていうんで、社交も1枚加わってるだろうが、あの千円札2枚あの横領金の中に入れてくれたっていうの。そしたら正水さんギョッとしちゃってそうしてこれは大変、私みたいな俺みたいなその徳の足りない人間がおって言っただけでもって千円札2枚、これどうしたもんかしかも私のその、泣き笑いの高橋っていうあれに、あの初め聞いたと後今日に転ずる恐れがあるそういう話で書いた。で、これは恐ろしいことになっちゃったって、思ったんだよね。そうしたところはそこにちょうどあの共同便所があったんで、まずあの宣伝してふんどしの紐締め直してって言うんで、まあその大力そこを置いて、それで便所に入った。それで宣伝して出てきてみたら、その鹿がその間に鹿がね千円札2枚食べちゃった鹿にしてみたらね、ちょうど食卓の上に焼き海苔2枚あったぐらいのつもりで持ってもしゃべしゃって食べちゃったんじゃない。こんなものはあんまりその、腹の足しにはならないけど、まああるんだから食べてもらって食べちゃったわけだね。だけどこの話ね聞いてね、これ私風流だと思うね。少なくともよっしゃよっしゃって言ったら何千万円だか何億だかの金もらうっていうのね、これはねちょっと密室の中に熱風が吹き込んだような話だ。それに対して今の正水さんが千円札2枚食べられちゃったっていうのね、これ我々の熱能する我々の人間社会においてだ、なんかこう涼やかな風がふっとこうあの吹いてきたような話やつ。いやこれ世襲に対してはさ、これせっかく千円札2枚入れてくれたんだけれど、それ食べられちゃったって言ったらこれ世襲に対して申し訳ないような気もするけれど、でもね、あれですね、シャバの世界の人間だったら、この千円札もらったら、私みたいな徳の足りないやつがとは思わない。締めなって、こっちでいっぱい飲みに行こうって、飲み屋入っちゃうじゃない。それよりは、この、あれですね、これは大変っていうんで、便所入ったら、大変しかに食べられた。両方が、風流である。涼やかなね。話だと思うんでね、これあのお釈迦さんのシャリホツ尊者ってね、お釈迦さんのまあ一番でした。シャリホツ尊者が高橋に行ってたらね、あのインドじゃまあお金入れてくれないから、ね、あのごちそう入れてくるわけ、素晴らしいごちそうもいただいちゃった。それでシャリホツ尊者もギョッとしたんだ俺みたいな徳の足りないやつがこんなごちそうをもらうとはと思ったんだけど違いないね。それでこれはあの釈尊にお釈
お釈迦様に召し上がっていただこうそしてお釈迦さんにどうぞこんなごちそうをいただきましたかお召し上がりくださいって出したそしたらそこへね犬が来たでお釈迦さんはねそのごちそうを犬にそのまんま受け取ってお犬に食べさせたそしてお釈迦さんがね シャリホツソンじゃシャリホツよお前は私にごちそうを供養したわたしはそれを犬に食わしたどちらが黒くが多いかやって言われたんですよねそしたらシャリホツソンじゃもうピーンと来て俺このごちそうだからそのお釈迦さんに備えるこれは人間的分別の世界の話それに対して腹の減ったやつにするとこうやるっていうねこれはごちそうであろうとなんであろうとパッとやるっていうこれはロジの話だこれでシャリホツソンじゃわけーんとか言ってそしてそれは釈尊がおしゃかさまがその犬に食べさせちゃった方が功徳が大ございますって言ってね答えだっていう話お教えに出てくるねこの話は沢木老師が好んでよく話された話だこれも風流でしょこのそういうような生存的価値観とそれからロジの話だね生命的価値観とそれからあとはひっくり返ったこの風流がわからないのじゃ この仏像の話はわかんない人間的生存的価値観だけでもってこのごちそうは価値がある金はその多いほどいいってそういうような価値観じゃダメだ全く実物的価値観ねつまりロジっていうのは人間的約束をと、バーに解体したところだ。これで大自然的地盤なんですね。で、路地に両線を安穏せりとや偶人せん。そういう生命の実物地盤。路地においてだ。ここそを生命開化のところとして安住し、 偶人すべきではないのかってことだつまり、そういう、その、人間的価値観を、生存的価値観をバーに解体して、そして真っさらな生命の実物基盤で、そこに安住して、そこに深まっていくっていうところに本当の偶人がある。だから、両然に、 路地の平坦なるとや修行せん。両線っていうのは、いわゆる今のホッケ、両線はホッケなんだからね。この生命の実物っていうことだ。生命の実物、生命開花のところこそを、路地の平坦なるところとして修行すべきでないのかってこういうこと。だから、本当にね、 仏道修行っていうのは、この人間的三害の話じゃないんだ。人間的生存、生存地盤での話じゃない。もっとね、生と死と人ひっくるめにしたところで、いかに生きるかって、そういうことね。みんなはそうじゃない。死ぬっていうのはなるべく切り捨てて、 それでただ生きるってことを考えてるんだね。だから、まあ、ただ、駆けずり回って、金儲けすることだけがいいことと思ってる。ところがそうじゃない。今、我々の場合、生と死と、人ひっくるめ。そこのところで、いかに生きるか。これが大切。で、 それが路地に両然を安穏せりとや偶人せん両線に路地の平坦なるとや修行せん
修行醤油落語画浄土吹きと浄財セルをも審査員に本業すべきかい。ここから以下のところね、特にね、法華経のこのあれですね、如来如行本の言葉がたくさん盛り込んで、それでね、 書いてある文章なんで、我々今の我々から見ると何が何だかわけわかんない話になるんだね。ちょうどね、今の時代でも、あれだ、今の、前私が新聞広告しか見ていない、新聞広告ぐらい見てる。フランス語だか英語だか、わからないような、カタカナ混じりの広告文がたくさん書いてあるじゃない。 俺ね、どうせね、例えば英語で書いてあったって、これ英国人やアメリカ人には通用しない英語なんだ。それをわざわざ空に変えて、そして得意になって書いてるね。俺、それっていうのはね、そういうわからない文章を書くと、日本人っていうのは権威に弱いんでね。 それで、わからないから、ありがたいっていう、そういう考え方。なんだね、昔から日本人。で、道元禅師の時代は、そういう点、あれだったんじゃない、今の我々が、英語とか、アメリカ文化とか、フランス文化とかって、そういうのは、 ありがたがって、どんな日を昔は仏教文化をありがたがってたんだ。だから、そういうお経の言葉でも織り込んでって言うと、わからないけれど、ありがたいってやつがたくさんいたに違いないで。日本人ってやつは、ああ、いうの、記憶悪い。私は、その、私は、その、俺のわからない話は、しない方がいいと思う。 で、みんなにもわかるようなっていうことは大切だと思うんだけどね。とにかく日本人は、わからないとありがたい。そういう、権威に弱い国民だ。そういうね、権威に弱い日本人を、道元禅師ね、そういう根性に、日本人の根性につけ込んで書かれてる文章に、思えてならないかどうか。<笑> で、まあ、そういうとこもきっとあると思う。そうでなきゃ道元禅師分かりやすい言葉で書けないはずないんだと思うけどね。で、修行醤油落語画城の吹きと両財セルをも審査員に本業すべきないっていうのはね、如来如行本の下のところにね、 阿僧尼光において常に領受せん、及び世の諸々の住所にあり、修行功として大化に明かるる時も、我がこの子は安穏にして、天人常に充満せん。まあ、これ読んでもわかんないですね。まあ、やめとく、ここに書いてあることだけちょっとそれじゃ言うとですね、結局、 この世の中ね、本当は、我がこの世は安穏にして、ガーシード安穏、天人常住万っていうね、その仏さんの目から見りゃね、この世界はね、安穏なんだ。そして、天人常住万って、天人がみんな、たくさん住んで、そして、 本林正道確定理論、なお建物も建っておりゃ、庭も綺麗だし、それから、たくさんの木々が、実ってるんだし、で、修行がね、まあ、気持ちよく住まえるところなんだ。で、書店に天空を打って常に諸々の疑惑をなす、これは、天人が、いろいろの音楽もやって、
神仏は自らなりとや探求する他なりとや探求するこれも一心欲見仏ってのはね、一心に仏を見立て祀らんとほし自らの神明をします。時に我及び主ぞ共に領受線にいるという文章から取ってるんだけど、結局みんなが
当にね、そういう仏、仏さんというのはこういう本当に行じてる人だ。そういう仏さんにこう一生懸命見ようとするっていうのはね、これは六円禅師はそれに対してその一心欲見物を他人事と考えちゃダメだぞっていうことだ。自らなりとや探求する、他なりとや探求する、結局ね、それは自身の話だ。本当にこれ、この前もこのところに出てきた仏の知見とは何時が自身ないとあったでしょ。結局ね、仏っていうのはね、仏さんっていうのをね、みんな他人ごとに持ってっちゃうダメだ。仏さんっていうとインドに生まれて頭はボツボツでそれでもってこうこの辺がハゲてて、そんな人考えてるね。あんなのは大人だ。そうじゃない、一心欲見物ってのは仏を見るっていうのは自分を見ること。それでね、分身と浄土を接しときあり、全身と浄土を接しときあり。分身と全身とっていうのはね、本当はこの法華経の法灯論っていうのがありますがね、その法灯論に多方如来っていうのが、その多方如来はね、その名号を説かれる仏さんたちがのあらゆる分身ですね、それが一ところに集まった時に私が出現するってこういうことを言われたっていうわけでね。要するにだから分身と全身とっていうのはそこから取ってるわけ。これはこれね、これも自己のものとして、そんな踊り場の話の話じゃなくて自己の話として考えてみるとどういうことか。結局ね、みんな誰でもね、日々の日常の行動ですね、いろいろの行動、身の回りの行動、その行動のね、まあ、みんなね、私のあらゆる行動は私の生命の分身だ。そしてそういう分身が集まったところに私っていう人柄ができるんだ。だからこれは私がそういう意味じゃ全身だ。でだからね、一境最後念じて常六心をとなす、常六心を称して一境最となすっていうね、天祖教訓にありますかね。天祖僧人の天祖っていうのね、ご馳走を作る人が、僧侶の炊事をする人ね、その僧侶の天祖の屋の心がけとしては、一境僧っていうのはたった一本のナッパだ。たった一本のナッパもこれ行六神っていうのは仏さんですね。一行六尺の仏、仏さんと思って取り扱わなくちゃ。そして上六心を称して、この一本のナッパのところに仏さんにいらしていただいて、そして一境界となすと、こういう言葉で、つまりその天蔵が一生懸命天蔵をする、そこにその仏さんが出現する。で天蔵に限らない、あらゆる日常の行動がその人の分身である。そしてその分身をが全部揃ったところがあなたっていう人柄なんだから、だからね、私がそれを出会うところ、我が生命っていうね、結局私が出会ってるのはどれでも私の生命の分身なんだ。だからそういうつもりで何も出会わなくちゃいけないと、こういうことね。まあ私が人に出会ったら、そしたらその人は私の生命の分身だ。だから精一
出会った人が発した私への問いは私の問いだ。だから私が私に納得するような話を精一杯するの。まあ私はそう心がけていつでも言いたいけどね。結局だから、まあ、師匠につくっていうのはね、これも師匠って言って他人じゃないんだ。 もう師匠に続くってことは師匠が私の分身だ。だから師匠に従って行動するっていうのは私が私に従って行動する。そういうね、自分というのはそういうもんだ。だから仏道を習うというは自己を習うないんだけど、そういう自己を習わなきゃ。だから自己は習うというは自己を忘れないと、もう自分を 宣伝、そして万法に称せられる。だから出会うところに万法ですね、それに精一杯称せられる。それが大切。そういうこれがだから分身と浄土を接しときあり、全身と浄土を接しときあり、分身でも全身でも浄土をしなきゃ。 偶出領従戦は神明を磁石せざるによりてない。これも今読んだところにあった、そのあれですね、一心に仏を見立てまつらんと欲して自ら神明をおします。時に我および主ぞ共に領受線にいるっていうね。この領受線っていうのは今法華のあれですね、生命の実物だ。 生命の実物として、いずっていうのは出現するってことだ。偶出領従線ね、生命の実物が出現するのは神明を磁石せざるによりてない。結局自分っていうね、1歳分の1の自分の神明、それを惜しまないところ で初めて本当のこの生命入りの生命、これが出現するんだってことね。この結局神明を惜しまずっていうのはね、私は命がけですよって言って<笑>それでもって荒っぽいことされちゃ困るんだ。そうじゃない、神明を惜しまずっていうのは 真っさらな目で実生命の実物を見直し見直しってこと。これが発心の千万万万、いつでも真っさらな目でもって見直し見直しってこと。上流神説法なる会議50枚、これはね常に従して、ここに、常にここに従して法を説くというのは、これお釈迦さんというのは、我、仏を、まあお釈迦さんは80年でもって亡くなった。しかしながら本当はね、それはそういう 亡くなったっていうのは、方便して涅槃涅槃を現状ってね、ただそういうふうに見せただけなんです。で、そうじゃない、本当のお釈迦さんのお釈迦様は常にここに従して法を説く。もう死なないんですよ、成就なんで。成就って不生不滅っていう説法で開示誤入する。 生命の実物っていうのは不生不滅。これはそうだ、1歳分の1歳という点から言えばね、生も滅、これ生滅、これも生も滅も1歳分でしょ、1歳分の1歳という感じだね。 生不滅。
そういう消不滅っていう説法でそれで深まる人もある。あるいは方便して涅槃を現象ですね。いや死ぬんだ、そういう、これ1歳分の1の目からすりゃ生まれてきて生きて死んで死んでいくんだ、あっちの方からですね。だから両方の解き方があるわけだ。死ぬとも言える、あるいは不生不滅とも言えるんだ。でどっちでもそういう消滅あるいは不生不滅、その両方にひっくるめたところ、消滅と不生不滅とって全部大切なのはこれ、この人ひっくるめたところだね。これが一体分の一のところだ。そういうところに開示誤入していかなきゃ、そういうところに深まっていかなきゃ。いや消滅はやめて不生不滅になるんだって、それじゃダメだ。これじゃなくってこれなんだっていうんじゃない、そうじゃない、消滅と不生不滅と人ひっくるめのところへ深まろう。自分これ話としてはあの幼稚な人には分からなくてこれ子供や泣きに上がらない話で、本当にこの仏法の話ってのはね高級なんだからね、高級な話をさ、とにかくこれだけの人はまあ聞いてきてくれるってことだって、大したことだと思う。でそういう消滅と不生不滅とは一つ